原静江は日本の女優である。本名は原田静江。サイレント映画の時代、新興キネマの女優であった。京都駅跨線橋転倒事故に巻き込まれ、満18歳で事故死した。京都駅跨線橋転倒事故を報じる大阪毎日新聞号外。1915年9月27日、東京府東京市に生まれる。大阪府大阪市に移り、旧制、大阪市愛比尋常高等小学校を卒業後、市内の旧制、相愛高等女学校に進学する。同校卒業後は、大阪、政子町の堂島ビルジングにあった、同ビル洋裁学院に進学し、洋裁を学んだ。1932年、前年に設立された映画会社、新興キネマに入社する。同年2月8日に公開された、桂たまこ主演のサイレント映画、フランス人形でダンサーとして顔を出した後、同年10月6日に公開された、同じく、桂たまこ主演の太陽の娘で正式にデビューした。満17歳でのデビューであった。1933年3月1日に公開された森静子主演の夫婦郎では、小島ようよを演じる東良武則の娘役を演じ、同年4月6日に公開された歌川八重子主演の後のなさぬ中では、5歳を演じる歌川の相手役、草間実の前妻役を演じると、順調に公演を重ね、その得意なパーソナリティが開花したと評価されていた。1934年1月8日、京都市下京区の京都駅構内で午後10時頃、群衆が押し寄せて将棋倒しが起こり、100人以上が下敷きとなり、77人が死亡、74人が負傷する事故が起きている。そこに居合わせた原は、同事故の犠牲者となり、同日、死去した。満18歳没。事故の前日である7日に公開された、春の目覚めが、最後の出演作となった。同年に発行された、日本映画俳優名鑑昭和9年版の原の項目によれば、身長5尺、体重17貫、京都市上京区北の白梅町に在住していた。当時、ユーゴスラビアの新聞、ポリティカの特派員として、日本に滞在していた、ゾルゲ諜報団の一員であるブランコ・ブケリッチは、ポリティカに連載していた、日本からの手紙というコラムの5月6日付掲載分、日本、悲劇と桜の国最近の三大災害で、跨線橋事故を取り上げ、その中で、京都に行った際に原と面識を持っていたと記している。この記事によると、原は婚約者が海軍の徴集兵だったために現地に居合わせ、婚約者や彼女の家族2人もこの事故で亡くなったという。東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社の所蔵リストによれば、出演作は1作も現存していない。クレジットはすべて出演である。公開日の右側には役名、及び、東京国立近代美術館、フィルムセンター、松田映画社所蔵等の上映用プリントの現存状況についても記す。同センター等に所蔵されていないものは、特に1940年代以前の作品については、ほぼ現存しないフィルムである。資料によって、タイトルの異なるものは併記した。特筆以外すべて制作、配給は、新興キネマ、すべてサイレント映画である。ありがとうございます。